もうほんまにやってほしいねんけど、やってっていう、それだけのことやねん。生まれはロシア、最初は関西、舞台は東京、ピロシキーズです。こないださ、白人のさ、毛について、毛の事情みたいな動画出したやん。あ、毛ね。そう、白人の女性は産毛が結構入ってるけども、それが結構カルチャーショックの話みたいな、うん、それに引く日本の人も多いけども、まあどうかしらみたいな、そういう話をやったねんけど、うん、なんかな、あの、それのコメントを見てな、思うてちょっと隠れてねとにかくその毛の事情にまつわる動画のコメントを見てると、いや白人とか外国人の人の毛とかは別にどうでもいいねんけど、もう体臭が臭くて臭くて、その匂いが嫌やみたいな書かれてるね。あ、でもまあ俺外国の人でも確かにな、やっぱ体臭きつい方は多いかなと思うねんけど、日本の人も実はな、おいにの問題でな、よく臭いって言われることがあんねん。日本人はハラハラが臭いよねっていう話が多いよね、割と。はい、何だと思う？多いです。じゃあもうズバリ言っちゃいますか。言っていいかな。はい、せーの、口臭が臭い。あれ下手くそ。はい、じゃあ口臭でいくか。せーの、口臭が臭い。口が確かにちょっと日本の方ってすごい匂いする方が多いのよ、ちょっと割合的に。なんでなの？もうこれズバリ全然答えがあって、日本の保険が発達してるから。歯ってな、もうそもそも病気にかかりやすいねん。すぐに病気にかかりやすいねんけど、めっちゃお金かかんねん、治療に。だから外国のその保険に入ってない文化とかからすると、もう歯でいちいち病院に行って毎回こうお金かけるのはほんまにもったいないから、だから徹底的に子どもの頃から歯のケアについてすごい教え込むんよな。まあそれもあるし、あとさらには歯の並びが綺麗とか歯が綺麗白いっていうのは、あの、厳しいね。そう、お金持ちの象徴とか、あの、育ちの良さの象徴だったりするから、そういう面の厳しさもあって、まあ口に関してはすごい厳しい国が多いなって思う、比較的日本と比べると。で、日本は結構やればが可愛いとされたりとか、あ、なんか結構、まあ、今はちょっとなんか変わってきてるっぽいけど、うん、そう、昔は結構多かったね、やればがすごい可愛いとか、可愛いとか、まあなんかある程度が、ね、芸能人の方とかはやってる人多いけど、それでもさ、アイドルの方でさ、なんかやってんのにいざ笑ったらみたいなあるねん、たまに。みたいな、おーって、そう、バーって。で、でも、このな話をすると、なんか結構、まあ、そんなことないしって、確かにな、すごい、日本って、めちゃくちゃ、あんねん、あの、歯のケアグッズ。発達してんねん。いっぱいあるよ。いっぱいあるのに、なんで、まだ、そんな、おいにが。みんなな、勘違いしてんねん、口の臭さ。なんかな、お腹の中から口が臭くなるって思ってる人がすごい多いねんけど、口臭いなって、こう話してて口臭いなって思う人ってほぼほぼ全員ピーシューっていう匂いを出してんの。ピーシューって何？あのね、ピーシューっていうのが歯周病になった時の匂いやね。歯周病はなんか一回なるとすごい、もう日本めっちゃ多いね。何パーセントか忘れたけど、もうかなり多いね、歯周病になってる人が。俺なんでこんなにな、今歯について語ってるかっていうと、俺めちゃくちゃ歯フェチやねん。でもどんなにイケメンでどんなにかっこよくても歯があかんかったら俺もう無理やねん。もうな、今回はなんかもうちゃんとみんなに伝えたい。もうほんまにやってほしいねんけど、デンタルフロスやってっていう、それだけのことやねん。デンタルフロスっていうのはこういう糸ですね。歯のこの表面ってもう普通にご飯食べても綺麗になるから、この当たったりとかして。もちろん歯ブラシをして、それでこれもやってほしい、やるべきやねんけど、歯ブラシかこれかどっちするんやって言ったらこっちをやった方がいいっていうぐらい重要。もうこれやらんと歯を磨く意味ない。これやらんと歯を磨く意味ない。デンタルフロスを日本では本当にやる文化が少なくて、見たことない。これをやってる人で俺、口臭い人ほとんどおらん。
歯周病っていうのはもう結局その食べ物のカスとかがこの歯の間にな挟まんねん。ほんまにこうキツキツで入ってるから、その間に入った食べ物とか歯と歯のこの隙間に入った食べ物がみんなもうないと思ってんねんけど、そういう次元の食べ物じゃなくて、別に肉片が挟まってる挟まってないじゃなくて、ほんまにちっちゃい食べカスがいっぱい溜まんねん。でそれがだんだん溜まって溜まって、それを食べる歯周病菌がどんどん繁殖していって、ほんで最終的にはこの歯茎がなガタガタになって歯がもうどっか行ってまうみたいな。自分はこのね、このイタリアのやつ使ってる。これのね、すごいやつは他のやつは入れてこうやってもあんまりサイズ変わらへんだけど、これは水につくことによって中でこうふわって結構大きくなって、入った後でふわって大きくなっていくな。これすごい気に入っててもう何年も使ってる。でもこれどうやってやることるの？だからな、今日は私の歯のケアの方法、あとホワイトニングもやってるからホワイトニングも含めてちょっと説明しようかなと思う。実際にもやってみせようと思ってて、まず一番最初にやるのがこれ、チャコット。これ知ってる？何これ？いくで。何これ？粉やねん。粉真っ黒やんこれ。そう、これ何かっていうと炭。え、ココナッツじゃないの？これココナッツを炭にしたもの。これで歯磨きを、これをつけて歯磨きをすると、なんかこう炭って自分にめちゃくちゃ吸収するやんか。吸着すんねん。何でも吸着させるね。だからそれでいろんな汚れを吸着させて歯の本来の白さに戻していくっていうもの。自分結構コーヒー飲んだりワインとか飲んだりするから、コーヒー飲む。歯磨きとかの前にこれをやることが多いな。え、じゃあ一番最初にやるのがこれ。これなんでかっていうと、歯磨き粉を先にやってもいいねんけど、これをやった後やっぱりこの粉がな残んねんな、ちょっと。だからそれをその後の歯ブラシ歯磨きで出していきたいっていうのがあるから、これはもう基本的に一番最初に自分やっちゃう。だから歯ブラシは2つ、もうこれ用に1つないと、なるほどね、歯ブラシが真っ黒になっちゃうのね。そうそうそう。まずちょっとやっぱ濡らします。汚くなるからみんな気をつけてほしいんだけど、いきます。いきます。あ、濡らした歯ブラシをピピってつけて、つけちゃう。ほんで、あ、めっちゃつく、めっちゃつく。これでこのまま自分は、ちょっとみんな待ってよ。え、なにこれ、怖い、真っ黒やん。ベロとかにもついて、うん、ベロの汚れも取ってくれる。ベロの、ベロの汚れも取ってくれる。次これ、 3D クレスト。これね、ホワイトニングのこういうね、なんていうの、テープ、こういうのが入ってて、これが30個ぐらい入ってて、これな、ホワイトニングっていうやんか。さっきのこれもホワイトニングっていうのが、これは着色を取るもの。これはさらに白くする。ってこと、これ色をつけるってこと？ちょっと説明するな。歯っていうのは歯があります。で、歯の中に歯髄って言って歯の神経が入ってたりする髄があるのよね。で、その上に象牙質っていうのがあります。黄色いねん、それも。あ、そうなの？そうそう、それは白くすることはできません、象牙質。で、その上にエナメル質っていうのがあります、うん、で、エナメル質っていうのはガラスみたいなもん。だから黄色い象牙質の上に透明なガラスが乗ってるようなイメージ。え、じゃあもう そのまま黄色いやん。そう、人の歯。そうなの。だから歯が黄色いの。そんなにそのまあ多少ね、象牙質よりもこのエナメルが乗ってる分ちょっと白く見えるけど、ただ本来は結構黄色いのは。ただこれがあると白くできます。で、これは何をするかっていうと、エナメル質ちょっと溶かします。え、溶かすの？溶かす。意味合いとしてはな、例えばレモンがあって、その上に、これレモン象牙質な、うん、があって、その上にガラスが乗ってるとするやん、うん、上から見たら黄色いやろ。今ちょっとなんか黄色い感じがこうあるやん。これ白くするには、このガラスをヤスリでこすって、ほんで、すりガラスにしてみてって。あ、そしたら白色になるやろって。だから要はエナメル質をちょっと傷つけて、こう凹凸みたいなのをね、目に見えへん範囲やで、目に見えへんような凹凸をつけて、でそれによってこう要はやすられたような状態になって、それによって白く光が屈折して白く見える。そしたらあの外国人のよく真っ白な人おるやん。真っ白な人いる。そう、だからそれの仕組み、これをつけて30分間つけるとちょうどいい感じに。ってことはじゃあ白い歯は犠牲が必要ってことですね。そう、こんな感じで。あ、すごいシールみたいなのが。そう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 。
でこれが上の葉葉、これが下の葉葉、これを取って貼り付ける、うん、葉の水分もちょっと取ります。で、で真ん中を合わせて貼った、うん、でこれで30分待ちます。待ちまん。はい、じゃあ30分経ちましたんで、こっち見るやで、これを取ります。はい、それでは続きましては何をするんでしょうか。はい、歯磨き。歯磨き、ね、なんかね、ちょっとヌルヌルするのよね、これ終わった後で。歯磨き、これあれちゃんと一緒やろ。そう、うちもこれ使ってる、これめっちゃいい。タイのなんかミントの有名な歯磨き粉やけど、まあ別にこれは何でもいいです。好きなものでいいです。でもおすすめですよっていうね、うん、すごい色も綺麗じゃない。かわいいよね、色すごい綺麗。これね、本当に爽快、マジで。このミントの爽やかな感じがすごいの。はい、でこれで、ね、歯磨き終わりましたが、ここでポイント。ポイント何？ゆすがない。まだ今歯磨き粉の中に入ってます。なんでかっていうと、うん、このままフロスをするから。歯磨きをつけたまま、そう、研磨剤が入ってるんだよね、歯磨き粉って、うんうんうん、でこの研磨剤が入ってるのに、それを流して使うよりも、その研磨剤がついた状態でやらんとあかんねん、これを。みんなしないと全部流した後でやったりとか、歯磨きする前にこれをやったりとかするんだけど、実際は歯ブラシでやって研磨剤がついてる状態でこれをやります。でこれすごい簡単です。伸ばして取ります。そしたらこういう糸になってます。ここにこう持って巻いて、こうで力加減が簡単に入るから、これで一回終わります。でこれ、このままパッて次の歯に行くんじゃなくて、一周して次の場所を持ちます。はい、これが抱えてます。歯磨き粉っていうのをやった後に、せっかくついてるフッ素だったりなんだりっていうのが薄きすぎでなくなってるから、最後はもう除光液、除光液でフッ素をつけるのね。そう、まあでもこれは自分最後の仕上げとしてやってる、除光液は。以上これで終わり。これで終わり。そう、なるほどね。なんか4段階があるってことね。まずはこちらをやって、次は歯磨きをして、で歯磨きをしてる、え、これがついてるままフロスをして、で洗い流して、で最後はこれでおくちゅくちゅして、そうで、ホワイトニングする場合は歯磨きの前にこれを先にやって、最低限ほんまにもうフロスやってほしいだけ。もうみんなにほんまお願いやから、フレスフロス、これはやったことないから、ちょっとうちも買おうかなと思った。ちゃんとやらんと。試しにやねんけど、もう疑ってる人も、一番ちっちゃいのコンビニとかでも売ってるから、多分ね、疑ってると思うよ。それで本当にって、それで一回こうクシクシクシってやって外して匂ってみてください。それが臭いうちはあんたは臭い、そういう臭いうちは臭い。これが臭いっていうことは、うわって口の中からそういう匂いしてるってこと。これ何回か続けてたら臭くなくなるから。これでもな、多分コメントでつくので予想できるのは、いやでもこれやったら血が出るんですって、だからダメなんですって。もう歯周病です、それ。もうその血が出るのは、血が出てるっていうのはもう歯周病の状態で、それでもやり続けてみて。最初ほんまに出るんやけど、それでも血が出ても毎回何回やってたら出なくなってくる、血が。その血は出した方がいい、出した方がいい血って言われてる。歯周病かどうかは病院で分かったりする、分かると思う。そうそうそう、言われたりする、歯周病ですよみたいな。そうなるほど。じゃあ歯周病ならないように、皆さんも一回このフレアフロスやってみてください。いや、フレアフロスじゃなくてフロスやったら何でもいいねん。フロスね、うん、以上現場からお送りいたしました